私、今回、ファシリテーターを務めさせていただきます、東京工業大学の柘植と申します。どうぞよろししくお願いいたしますそれでは、ですねまず最初に、今回の、えー、と運営側に当たっていただいているファシリテーター、あすみませんわ、私がファシリテーターで、えーと、モデレーターの3人の方を紹介したいと思います。 モデレーターしてくださるのは東京大学の博士課程の学生さん3名でしてあの女性の方戸郷さんと言いますでえっ、ー、と松本さん男性の方松本さんと大村さんですこの3名の方がですねあのモデレーターとして参加してくださいますのでえっ、ー、とどうぞよろしくお願いいたします。 はいそれではですね最初に私の方からいろいろ事前の説明をさせていただきます。第4回バーチャルシンポジウムということで今回のテーマは「持続可能社会をつくるバイオプラスチック」というタイトルになります。このシンポジウムの主催は ChemStation という日本最大の科学ウェブサイトになります。 でこれはですねあの2000年に設立されておりまして既にですで、ね、にもう20年も経っているあのサイトになります。公開ページ数8000ページを超えておりましてスタッフの数130名とあとスポンサーが30社以上あの参加してくださっている非常に大きなあのウェブサイトになっておりますで。今回こちらの主催という形でバイオプラスチックのシンポジウムを開かせていただくわけなんですが。 YouTube を使った YouTube 配信という形と、あと今回、新しく CSJ カレントレビューというです、ね、科学同人社から出ている、えーレ,ビえー、レビュー誌とのです、ね、コラボレーションという形になっております。協賛はです、ね、東京化成工業株式会,株式会社と,、えー、とメルクさんにあの加わっていただいています。 では CSJ カレントレビューをあまり知らない方もいらっしゃると思いますので簡単に説明させていただきます。CSJ カレントレビューというのは科学同人という出版社がです、ね、2010年から出版している科学の学問分野についての動向と展望をまとめ、えー、若い人々に 研究の重要さ面白さをダイナミックに伝える日本科学会編集のですね書籍シリーズになりますでシリーズコンセプトは各分野で活躍中の研究者技術者がレビューをしていますと各先端の研究および開発の動向がですね一目瞭然で分かるようになっています 核心の歴史やその研究を取り巻く現状をですね解説しておりまして基礎からどのように応用につながるかを把握することができます。今回の今後のですね展望などを世界的視野に立って紹介しているレビュー誌になります企画委員はですねこちら大倉先生を委員長とするこのような先生方で企画されております。で現在までにですね 37号まで、えー、とカレントレビューできておりまして今回、えー、とピックアップさせていただいたのは34番目の、えー、と号になります持続可能社会をつくるバイオプラスチックとここの、えー、とテーマとのコラボレーションということになっておりますこれがですね今回のシンポジウムのテーマであります持続可能社会をつくるバイオプラスチック プラスチックということで、バイオマス材料とですね、成分解析機能の、えー、実用化と普及,へ、えー、普及へ向けてということで、えー、っと書かれているレビューになります。で、編集ワーキンググループの今回3人の先生に、えー、と講演をしていただく予定です。ここにあります岩田先生。 えと橘先生、沼田先生ということで、で私も、えー、とカレントレビューの方のワーキンググループに加えさせていただいておりまして、その縁でですね今回、ファシリテーターを務めさせていただくことになりましたで。プレゼント企画がありまして、本シンポジウム終了後のアンケートにですね、えー、と答えていただきますと、抽選で、えー、と3名の方に本シンポジウムの書籍、 をプレゼントいたしま次にですね、聴講にあたってのお願いと注意事項について説明させていただきます。これはですね、えー、Zoom ベースのですね、えー、YouTube ライブ配信になります。で、講演者の発表と配信には5秒ぐらいの遅延があります。 質問や感想は YouTube その書き込んでいただいた質問をですね、えーと、質疑応答の時間にファシリテーターまたはモデレーターがピックアップして、講演者に質問いたします。著作権などの関係もあり、講演の記録やです、ね、個別配信はきつくお,お断りさせていただきます。 で新しい試みなので、えー、至らないところがあるかもしれませんがご容赦いただければ幸いです。と,ということで長々と説明させていただきましたが、えー、今回の、えー、とご講演はこの3名の先生方です。えー、とまず最初にですね、えー、と東京大学の岩田先生に えーとご講演していただきますで岩田先生のご講演のお話は、成分解析プラスチック全般にわたるお話と、あとですね、まあ、多分多頭材料なんかに関してもお話があるんじゃないかと思います。そして、2番目の講演者であります、えっ、ー、と、立花先生ですね。立花先生は、えっ、ー、と、画面のですね、えっ、ー、と、 皆さんと一緒に合っているかどうかわからない。左下にいらっしゃる先生です。立花先生が、えー、とバイオマスから作るですね、プラスチックバイオマスを原料にして作る、えー、プラスチックのお話をしてくださいます。そして三、えー、番目最後の講演者は沼田先生でして、えー、と沼田先生は多分右下の画面にいらっしゃると思うんですけども、沼田先生はタンパク質のですね。えー ベースのです、ね、いろんな高分子材料のお話をされてくれしてくださるんじゃないかと思います。ということで今回あの3人の先生方に発表あのご発表していただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。